新アッシリア帝国は、鉄器時代のメソポタミア地方に、紀元前911年から紀元前609年にかけて存在した帝国。当時において、世界最大の帝国となった。アッシリア人は、帝国統治の基本的な技術を完成させ、その多くは、後の様々な帝国が模倣した。鉄の武器で武装し、進化した軍隊を持ち、効果的な軍事技術を用いたのは、 アッシリア人が初めてである。紀元前10世紀後半にアダドニラリニセイが各方面に遠征して勝利した後、アッシリアは当時の世界において最も強力な国家となり各地を支配するようになった。アッシリアの支配地域は古代近東、地中海東岸地方、小アジア、コーカサス地方、アラビア半島と北アフリカの一部にまで及びバビロニア、エラム、ペルシア、 ウラルトゥ、リュディア、メディア、フリギア、キンメリア、イスラエル、ユダ、フェニキア、カルデア、カナン、クシュ、アラブ、エジプトなどの敵国を征服した。新アッシリア帝国は、後期制度期時代のコアッシリア帝国を呼び、中アッシリア帝国を引き継いで成立した。新アッシリア時代の初期、帝国の主要言語は、アッカド語だったが、紀元前8世紀半ばになって、 帝国領土が拡大すると、アラム語もまた追加の公用、行政言語として受け入れられ、徐々に重要性を増していった。新アッシリア時代後期に新たに成立した2カ国語、体制は拡大し続ける帝国領土内における文化の多様性を反映したものであった。紀元前631年のアッシュルバニパルの死後、帝国では野蛮な内戦が耐えることがなく、 帝国は崩壊し始めた。紀元前616年、メディアとペルシアの王、キュアクサレスは、バビロニアとカルデアの支配者ナボポラッサルと同盟を組み、さらには、アッシリアに対抗するスキタイやキンメリアとも同盟するようになった。紀元前609年の波乱の陥落において、バビロニアメディア連合軍は、アッシリア・エジプト連合軍を破り、独立国としてのアッシリアは消滅した。 アッシュリア帝国は、アッシュリアの設計文字ではと表記する。発音的にハとも表記される。シュメールアッカド語の設計文字では、アッシュルバニパルのラッサム・エントー・文では、アッシュリア語における発音は、マット・オス・ハーキ、後には、マット・アッシュ・シャーキやマット・オス・アキと変わった。アッシュル神の都市の国を意味する。アッシュルバニパルの他の秘文における発音的な、表記としてやまた、 紀元前1340年頃のものと特定されているアマルナ文書 EA15 においてはと記されている。アッシリアはもともとは紀元前25から24世紀に発展したアッカド人の王国だった。例えばトゥデイヤなどの最も初期のアッシリア王たちは比較的小規模な支配者だった。そしてアッカド王国が建国され、それは紀元前2334年から 紀元前2154年まで続いたが、これらの王はアッカドのサルゴンに服従するようになった。サルゴンはすべてのアッカド人、そしてシュメール語を話すメソポタミア人を統合した。洗練されたアッカド語を話す国アッシリアは、アッカド帝国の崩壊に伴い、紀元前21世紀中頃に出現した。初期青銅器時代のコアッシリア時代、アッシリアは、 メソポタミア北部の国だった。はじめのうちは、小アジアのヒッタイトや、フルリ、例えばイシンやウル、ラルサなどの古代、シュメールやアッカドの都市国家や、あとには、紀元前1984年にアムル人によって建国されたバビロニアというよ、争っていたが、しばしばカシート人による支配を受けた。紀元前20世紀には小アジアに植民地を設け、イルシマ王のもと、 アッシリアは何度も南の国々を襲撃しては、成功を収めた。紀元前18世紀初頭、アッシリアはアムル人の狩猟者無視、アダド一世の支配を受けた。彼はアッシリア王を名乗り、新たな王朝を建てた。彼は人並み外れて、勢力的、かつ政治的に巧妙であり、彼の息子たちを周りとエカラトムに、区別の支配者としておいた。 紀元前17世紀と紀元前15世紀にアッシリアは短期間、それぞれバビロニアとミタンにフルリ人の支配に服したが、その後は紀元前1365年から紀元前1074年にかけて、例えばアッシュルウバリト一世、トゥクルティ・ニヌルタ一世、ティグラト・ピレセル一世などが収める強国の時代が続いた。中アッシリア帝国の印象。 紀元前1400年、紀元前1100年頃、アッシュル・ウバリとは、アッシリアの支配を、ニネベとアルベラの肥沃な土地から北方へと広げた。地中海沿岸から、ペルシア湾へと肥沃な三日月地帯を横切る対象ルートがあり、利益の源泉ともなるものであったが、ティグラトピレセルはこれを確保した。シリア地方にいたアラムの遊望区民の中には、 アッシリアの中心部に向かって移動してくるものもあり、ティグラトピレセルやその後の王たちは、これらの遊牧民に対して多くの遠征を行った。紀元前2000年期末までにはアラム人がその支配地域を拡大させ、上、メソポタミア地域におけるアッシリアの領土の多くを奪った。ティグラトピレセル一世が紀元前1076年に死んだ後の150年間、アッシリアは 非常に衰退した。すべての均等、北、アフリカ、コーカサス、地中海、バルカン地方にとって、紀元前1200年から紀元前900年までの期間は巨大な地殻変動と、人々の大移動による暗黒の時代だった。この期間のアッシリアは、エジプトやバビロニア、エラム、フリギア、ウラルト、ペルシア、メディアなどの潜在的な敵国と比べれば、安定した状況にあった。 兵士に随行されるアッシリアの支配者。釉薬を塗ったタイル。ニムルドの北西宮殿から出土。紀元前875年紀元前850年頃、アダドニラリ2世の軍事遠征が始まると、アッシリアは再び強国となり、やがて最終的には、エジプトの第25王朝を転覆させ、エラム、ウラルトゥ、メディア、ペルシア、シリア地方諸国、 新筆体とまでも征服するようになる。アダド・ニラリ二世とその後継者たちは、毎年限られた時期に、非常のよく組織された軍隊により遠征した。彼は、それまで、名目的な支配になり下がっていた、アッシリアの領地を、アラム人とフルリ人を遥か北へと追いやることにより、取り戻した。ついで、アダド・ニラリ二世は、バビロニアのシャマシュムダミクを2回攻撃して、これを破り、 ティアラ川の北の広大な土地とメソポタミア地方中央部にあるヒートとザンクの町を併合した。彼はその地勢の後半にナブーシュマウキン一世が治めるバビロニアからはるかに大きな利益を得た。彼の後はトゥクルティ・ニヌルタ二世が紀元前891年に継いだ。トゥクルティ・ニヌルタ二世はアッシリアをさらに強化し、その短い地勢の間にアッシリアの領土を 北方の小アジアとザグロス山脈まで広げた。その次の王、アッシュル・ナッチルパル2世は帝国の大規模な拡大計画に乗り出した。彼の地勢においてアッシリアは中アッシリア時代末期の紀元前1100年頃に失った多くの領土を回復した。アッシュル・ナッチルパル2世は現代のイラン、ザグロス山脈にも遠征し、ルルビ及びグティによる反乱を鎮圧した。この頃から、 アッシュリア人は自分たちの無慈悲さを誇り始めた。アッシュル・ナチルパル2世はまた首都をアッシュルからカルフに移した。彼により建てられた宮殿、神殿、その他の建物はこの時期においてアッシュリアの富と芸術が非常に発展していたことを証明する。アッシュル・ナチルパル2世は非政府民の大量追放政策を導入した。それは彼の息子、 シャルマネセル三世のもとで、次第に大規模なものになっていく。アッシュル・ナチルパルの息子、シャルマネセル三世は35年の長きにわたって統治、したが、その間、首都はさながら軍事キャンプのようなものとなった。毎年、アッシュリア軍は遠征を繰り返した。バビロンは占領され、バビロニア族国へとなり下がった。シャルマネセル三世は、ウラルトゥと戦い、 ダマスカスのハダドエゼル率いるアラム連合に対して軍を進めた。この連合にはイスラエルのオーアハブも参加しており、紀元前853年のカルカルの戦いにおいて、シャルマネセルが敵を征服したと記録しているにもかかわらず、実際には戦いはこ着し、アッシュリア軍はすぐに撤退した。シャルマネセル3世は、 おムリの土地の人々のイエフから効能を受けたと黒色オベリスクに記し、北イスラエル王イエフに言及している。シャルマネセル三世は新筆体都国の都市、カルケミシュを紀元前849年に奪った。そして紀元前842年、軍をダマスカスの王、ハザエルに対して進め、その都市を包囲し、効能を強いたが、占領はしなかった。 紀元前841年、彼はイスラエルのイエフやフェニキアの都市、トゥロストシドンから貢ぎ物を受け取った。カルフで発見された彼の黒色オーベリスクには、彼の治世中の多くの軍事的功績が記録されている。シャルマネセル三世紀の最後の4年間は、彼の最も年上の息子、アッシュルナディンアップルによる反乱に悩まされた。この反乱は、 アッシュリア帝国にとって致命的なものになりかけた。アッシュル、アルベラ、アラブ派を含む27の都市が多い戦勝者に加わった。この反乱の矛先は直接に王に向けられたものではなく、むしろダヤン・アッシュルなど不相応な権力を持った州知事に対して向けられた。反乱は困難を伴いながらもシャルマネセル三世の2番目の息子、 シャムシ・アダド5世により鎮圧された。紀元前824年にシャルマネセル3世が死ぬと、シャムシ・アダド5世が後を継いで、アッシリア王になった。長く辛い内戦は、南のバビロニア、北と東のメディア、マンナエ、ペルシア、そして西のアラムとシンヒッタイトが、アッシリアの支配から逃れることを許した。シャムシ・アダド5世は、残りの知性は、 これらの国々に対する支配を取り戻すことに費やされた。この期間、ウラルトはこの地域における自らの影響力を回復する後期を逃さなかった。これらの出来事の結果として、シャムシ・アダド5世の治世中はアッシリアガ領土をそれ以上拡大することはなかった。アダド・ニラリ3世は紀元前811年に父から王位を継いだとき、まだ少年だった。このため、 紀元前806年までの5年間、彼の母である女王、サンムラマートが彼を助け、摂政として統治した。この女王に関して、数多くの伝説があるにもかかわらず、当時のアッシリアの記録においては彼女に関する記述は、ほとんど存在しない。紀元前806年、アダド・ニラリ3世は権力を握った。彼は、レバント地方へ進攻し、アラム、フェニキア、 ペリシテ、イスラエル、新タイとエドムを従わせた。彼は、ダマスカスに入り、そのオーベン・ハダド三世に功能しいた。ついで彼はイランに向かい、ペルシア、メディア、マンナエを従わせ、カスピ海沿岸にまでも到達した。彼の次の目標は、カルデアとメソポタミア南部のスーツ族であり、これも征服して、属国とした。紀元前783年、 アダド・ニラリ3世は若くして亡くなったが、これにより、シン・アッシリア帝国は本格的な停滞期に入った。シャルマネセル4世は、ほとんど権力を行使できなかったようだ。ティル・バルシプの戦いにおける、ウラルトゥの王アルギシティ1世に対する勝利は、シャムシールという名の将軍のものとされている。彼はその秘文において、王の名に言及すらしない。また、シャムシールは、 アラム人や新タイトとの戦いでも勝利を得て、王の権力を利用して彼個人の名声を高めた。アッシュルダン三世は紀元前772年に王位についた。彼は王として非常に無能であることをさらけ出し、アッシュル、アラブ派、グザナなどの国内の都市による反乱に悩まされた。彼はバビロニアとアラムに対して勝利することができなかった。彼の知性はまた、 天才や不吉な日食にも悩まされた。アッシュル・ニラリゴ星は、紀元前754年に王になったが、彼の知性は、ひっきりなしに反乱が続いた。彼は、ティグラトピレセル3世により、王座から引きずり下ろされる前に、かろうじて、ニネベの宮殿を脱出したようである。このティグラトピレセル3世が、アッシリアを復活させることになる。 アッシリア帝国によるイスラエル人の強制移住ティグラトピレセル3世が大いについた時、アッシリアは反乱の苦しみの中にあった。内戦と伝染病が国を荒廃させていたし、小アジアにおけるアッシリア最北部の根拠地はウラルトに奪われていた。紀元前746年、カルフの町が反乱に加わったが、翌年のイアルの月の第13日、 クルという名のアッシリアの将軍が王位を奪い、ティグラトピレセル三世と名乗った。そして、アッシリアの政治を全面的に改革し、効率性と安定性が劇的に改善された。征服した属州は王を頂点とする入念な官僚制度の下で組織された。それぞれの地区は固定された貢ぎ物を納め、軍隊を供給した。この時、アッシリア軍は、 専門的な常備軍を持つようになり、これ以降のアッシリアの政策は、文明化された世界の全てを一つの帝国に、まとめ上げ、公益と富のすべてを手に入れることに向けられるようになった。この劇的な変化のため、ティグラトピレセル三世の知性は、しばしば第二アッシリア帝国の始まりとさえ言われる。ティグラトピレセル三世が王になった時、彼は、 バビロニアに軍を進めてその王ナブポラッサルを破り、その神、シャパッザを連れ去った。これらの出来事は、アッシリア・バビロニア年代記に記されている。バビロニアを属国とし、ウラルトを破り、メディア、ペルシア、シンヒッタイトを征服した後、ティグラトピレセル3世は軍を率いて、アラムに侵入した。その細長い地域は、独立を保ち、さらには、商業的に成功していた。 フェニキアの地中海沿いの港にも進軍した。彼は3年間の包囲戦の後、紀元前7 4 0年に、アレッポ付近のアルパドを占領し、さらには、ハマトを破壊した。ユダの王、アザルヤはハマトと同盟していたが、これに受けて、ティグラトピレセル三世紀の進化となり、以後は、毎年、降納しなければならなくなった。イスラエルへの侵略アスタルトゥの占領。 アッシリアをテグラトピレセル三世が、紀元前730年から727年頃に、作成した宮殿の浮き彫り。大英博物館収蔵紀元前738年、北イスラエル王のメナヘムの地世に、テグラトピレセル三世は、ペリシテ人の地を占領し、ついで、イスラエルに侵入し、重い功能を犯した。ユダの王アハズは、イスラエルとアラムに対する戦争に参加し、 アッシリア王に対して金や銀を送って支援を求めた。ティグラとピレセル3世はこれを受け、ダマスカスへ侵攻し、これを破ってレツイン王を殺し、都市を包囲した。軍の一部を包囲のために残すと、彼はさらに進み、ヨルダン川の東とペリシテ、サマリアを炎と剣を持って荒廃させた。そして、紀元前732年、彼はアラムの主張国ダマスカスを奪い、 その住民の多くとサマリアのイスラエル人をあしりあえ、強制移住させた。彼はまた、アラビア半島のアラブ人に功能を強いた。紀元前729年、ティグラトピレセル三世は、バビロニアに行き、バビロン王のナブウムキンゼリを捕らえると、自らを、プル王として、バビロン王となった。ティグラトピレセル三世は、紀元前727年に死に、シャルマネセル五世が後を継いだ。 すると、イスラエル王のホシェアは功能を停止し、紀元前725年、アッシリアに対抗して、エジプトと同盟を結んだ。これを受け、シャルマネセル5世はシリアに侵攻し、イスラエルの首都サマリアを3年間包囲した。サルゴン2世アッシリアのラマッス。ドゥルシャルキンにあるサルゴンの宮殿から出土。紀元前722年、サマリアを包囲している最中にシャルマネセル五世が、 突然亡くなり、タルタヌであったサルゴン2世が王になった。王になるとサルゴンは速やかにサマリアを占領し、2万7千人の人々を補修として連れ去った。ここで事実上、北イスラエル王国は終焉する。翌年、サルゴン2世はエラムの王フンバン二カ所1世と、その同盟者であるバビロンの王マルドゥクアップライディナ2世に対して戦争を行った。 マルドク・アプライディナ2世は、アッシリアの支配を逃れて独立していたが、この時の戦いでは、サルゴン2世は彼を取り除くことができなかった。サルゴンは、反乱を抑えることはできたが、バビロンを取り戻すことはできなかった。バビロンの攻略に失敗すると、彼は関心を裏るトゥとアラムに向けた。紀元前717年に、カルケミシュを占領し、メディア、ペルシア、 マンナエを再征服すると、イラン高原へと侵入してビクに山まで到達し、いくつかの砦を建設した。ウラルトを壊滅的に敗北させて、首都を略奪すると、ウラルトの王、ルサは恥を忍んで自決した。ついでサルゴンは、シリア北部の新筆体との属州や、キリキア、コンマゲネも征服した。マルドゥクアプライディナがバビロンを治めていた10年間、アッシリアは、 バビロニアに対して敵対し続けた。紀元前710年、サルゴンはバビロニアを攻め、マルドクアプライディナを打ちまかし、彼は保護を求めてエラムへと逃れた。この勝利の結果、キプロス島のギリシア人の支配者たちはアッシリアに忠誠を誓うようになり、フリギュアのミダス王はアッシリアの国力を恐れて同盟を求めた。また、サルゴンは、 新たな首都ドゥルシャルキンをニネベの近くに建設し、様々な国から集まった、あらゆる貢ぎ物をここへ蓄積した。2021年8月以降、英語版記事からの翻訳作業を進めています。既存の日本語版記事はそのままに作業しているため、内容が重複する部分もありますが、翻訳作業完了後に統合する予定です。アッシリアは、 紀元前25世紀に成立した国家の一つであった。初期の王であったトゥレイヤは、比較的小国の君主であったが、アッカドをサルゴンに服属してその属国となった。サルゴンは、メソポタミアに居住していたアッカドごとシュメール語を話す。民族をすべて統一して、単一の支配下に置いたが、その過酷な政策により、約200年後の紀元前2154年に、アッカドは滅亡した。 コアッシリア滅亡後の紀元前1392年、中アッシリアが成立した、アシュルバニパルの死亡時におけるアッシリア帝国。濃い緑色はパヒツ、パフツ、黄色はマツ、クリーム色がバビロン王国、黄色の点は他の従属国、黒い点はバビロン王国のパヒツ、パフツ。海力色はキプロス島と従属国10都市。 茶色の文字はかつて存在した、集中アッシリアもコアッシリアと同様、過酷な統治のために、紀元前934年に新アッシリアに継承された。新アッシリアは互いに起源が異なる複数の民族と部族で構成され、非征服民族を事業に組み込んで再編した。アッシリア人は国家支配に欠かせない初期の技術を完成させ、その多くは後の 各国家で標準となった。多くの歴史家によると、シン・アッシリアは歴史上最初の真の帝国であったとされる。アッシリア人は敵機で武装した最初の民族であり、その軍隊は高度で効果的な戦術を採用した。紀元前10世紀後半のアダドニラリ2世の征服に、続いてアッシリアは当時地球上で最も強大な国家として浮上し、 バビロニア・エジプト・ウラルト・エラムを制圧し、近東、アナトリア・カフカス、北アフリカと地中海東部の覇権を握って支配した。特に紀元前8世紀のティグラト・ピレセル3世の地世に至って最盛期となり、広大な半島を誇った。この期間中、アラム語はアッカド語と並んでシガシシリアの公用語になった。アッカドをサルゴンの政策と非常によく似た。 非政府民への過酷な抑圧と、紀元前631年のアシュールバニパルの死後数年で引き起こされた内紛が打ち続いたため、新アッシリアは崩壊し始めた。紀元前616年、メディアとペルシア人の王である、キュアクサレス2世は、バビロニア人とカルデアの支配者ナボポラッサルと、また新アッシリアに対するスキタイとキンメディア人との同盟を結んだ。紀元前百十二年、 メディア、シンバビロニアスキ大金メディアを含む、西アジア諸勢力の連合軍に敗北し、とニネベが陥落した。紀元前609年、シンアッシリアと、その同盟国であったエジプトは、メディアとシンバビロニアの連合軍に打ち破られ、アッシュール・ウバリト2世の逃亡先であった波乱も、陥落した。その後、波乱を奪回しようと試みるも失敗し、 アッシリアは独立国家としての地位を喪失した。新アッシリアもまた先に存在していた小アッシリアと中アッシリアの滅亡の教訓に学ばず結局は滅亡した。新アッシリアは崩壊したがアッシリアの歴史は続いた。現在アッシリア人はイランイラク及びその他の地域に居住している。ありがとうございます。